大阪門真にあるショッピングセンター、ここに国内で初めて設置されたのがこちらが植物のように CO2 を吸収する自動販売機だといいます。その名も CO2 を食べる自販機。仕組みはというと、でこの扉のですね、空きスペースにこの CO2 を吸収する素材を搭載しておりまして、容器の中に、吸収する粉が入っています。この白い粉、これが二酸化炭素を吸収する特殊剤で、この自販機1台が稼働することにより排出される CO2 を最大 20% 吸収するということです。どの程度吸収するのか、密閉した袋に特殊剤を入れて CO2 を入れてみます。空気はどこからも漏れていませんが、次第に袋がしぼんでいきます。自販機1台で杉の木およそ20本分が吸い込む CO2 を吸収してくれるということです。こういったものをですね、新しく自販機で展開させていただくことで、世の中のお客様の方に、脱炭素循環型の社会というところも身近に感じていただきたいと。環境に配慮した取り組みは大阪の企業も。炊飯器メーカーは開発過程で何度もご飯を炊き、味や硬さ、香りなどを確認するために試食を繰り返します。試験で余る米は年間30トンに上るため、残飯の活用法が課題となっていました。美味しく炊いたご飯をお金をかけて他の生ごみと同じように堆肥にしているということがあったので、そんな時に出会ったのが、余ったご飯を原料の一部としてクラフトビールを作る技術。専門メーカーの協力を仰ぎ、商品化にこぎつけました。そのお味は、軽い味わいですね。甘みもある気がするんですけど、これやっぱりご飯を使ってるからなんでしょうか。